さあ続きからやっていきましょう。うわ、徳川マジか、殴り込み知ってました知ってました。かなりきつい。武蔵使ったってかなり強かったからな。懐かしいわ。じゃあとりあえず最後っすかね。あと2戦やっていきましょう。徳川攻めてこのままでいくか。はい、ここバサラ技打ち放題だからめっちゃ好きですよ。めちゃくちゃね、ひょうたん出るから。排斥が払った。ビビるんじゃねえ、わしらが圧倒的よ。徳川軍来襲、その数200。戦場の空気震えぞ。おお、急に湧いた。無駄だ、おめえに帰り道はねえ。三河武士の生き様を見せよ。よっか、痛い痛い。原料の水、一発食らうとね、流れるようにダメージ食らっちゃうからね、きついっすよね。もう起き上がってねえど。で、攻撃かすった時に我の後ろにどれだけの兵がいると思う。隙ができるから。厄介、敵兵が強くなってるね。燃料の水、ここに極まれる。もう起き上がってねえど。来たな。陣形を崩すな、取り囲むのだ。ハンマー兵はこれで処理して、はいよ。ほらほら、これめっちゃ強いんだよね。皆の門、前進あるのみ。ハンマー兵キラー。え、こいつらしかいねえじゃん。おいおい、よし、 HP いい感じに回復した。必ず取る。次元量の水、ここに極まれる。ここに極まれる。もう起き上がってねえど。なんか敵固まってるよね。なんかこっちハンマー兵オンリーとか。で、ここは鬼がいるね。鬼が。このままじゃ全滅だ。家康様を倒すなら拙者を倒してから行け。よーかー、死にたい奴だけ前に出てこい。次元流の水、ここに極まれる。いいえ、もう起き上がってねえど。もう起き上がってねえど。次忍者か、忍びがいる。終わりだ、関ヶ原を訪れた己を呪うんだな。チェスト、よーかー言うて。ここ稼げるから結構好きなんだよな。おい、いざ参る。思うがままに復興をあげよう。酒伝組み交わし、やばい、ハンマー兵しかいない。次元流の水、ここに極まれる。もう起き上がってねえど。オッケー、
ちじゃかなわぬ。あったあった、いいなぁ。奥の門壊滅、これより追撃を開始する。な、全滅だと。敵もやりよるわ、やりよるわ。ほいほい、このあと、このあと3万来るんだっけ確か。オッケー、さあ逃げ惑え、全然逃げないんだけどこいつら、やば、すごい、かなり根性あるぞこいつら。逃げないか、逃げない強みがある。おい、で来るぞ。徳川軍来襲、来襲。めっちゃ綺麗に並んでんだけど、あそこを倒したいけど逃げるよね。ねえねえ、石膏だったというのか。今までのが本体と思ったかい。甘い、甘すぎるぜ。これぞ徳川家康の力よ。準備万全、さあかかってきんしゃい。怪我したくなきゃ下がってきんしゃい。妖怪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 、みんな力を合わせるんだ。次元流の水、ここに極まれる。だいたい400人以上倒したら来るんだよね、戦すとか。痛い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 、え、なになに。次元流の水、ここに極まれ、ここに極まれ。これぞ蝶のように舞い、蜂のように刺す。隊長、俺たちも、あれ高波になってた。妖怪よか、はい、原料の水、打ちます。もう起き上がってねえど、もうちょい300、10万の兵が貴様を取り囲んでおるぞ。取り囲んでおるぞ。もう戦場を完全に掌握している。もう起き上がってねえど。こっち行こうか。はい、めちゃくちゃ湧きます。痛い痛い痛い。くそ、あいついいやつだったのに。徳川精鋭部隊出ろ。次元流の水、バサラダ打つか。さあ抜けるもんなら抜いてみんしゃい。めっちゃ逃げるんだよね。やばいやばいやばい、次元流、あぶねー、ここに極まれる。もう起き上がってねえど。早、もう溜まった。あの一撃を食らったら終わりだ。はいはい、そろそろバサラザ温存しとこうかな。どうしようかな、一発使うと。源流の水、ここに極まれる。もう起き上がってねえど。よいしょ、
宋よりアリの大軍の方が強い。数は力よ。そう、数こそ全てだから。やらせはしねえ。偉大だね。この分回し兵かなりみたい。後ろからもう帰りてえよ。これぞ天下一の軍の力よ。プレイ。ほい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 、夢中になって黙っちゃうな。さすがバサラ。皆の者恐れるな。奴も人の子ぞ。ちょっと撃つか。ここに極まれる。今宵は無礼講だぞ。待って、やめて。ここは、ここは騎馬隊か。やだ。行って、行って。やべ。わー、死ねる自信がある。うわー、タイミング。おめえら、たった一人相手に何やってる。こうなったら、わしの出番よ。待って、死ねる自信がある。家康様と戦ったのだ。これぞ徳川の必勝剣。ちょっと待って、死ねる自信がある。マジで。ほんま、ほんま。やばい、追ってくるか。ダメか。戦うぞ。おいは心待ちにしておったぞ。あ、君たちライバルだもんね。数は我らが圧倒的に上よ。徳川家康、参る。あ、天下取りなど、おいを倒してからいいしゃい。鬼の異名に偽りなしよ。弱った。これで天下を取るつもりね。おめえ、いい感じしてるな。倒しきれないと思うけど、これで行くわ。あまり遊ぶな。さっさと潰せ。いけいけ、負けるな、タダカツ。もっかい行くよ、タダカツ。もっかい行くよ、タダカツ。この木に乗じて攻めるのだ。いった。死ねるって余裕で。ここに極まれる。本当このゲーム余裕で死ねるよ。戦うが、ありえねえ、ありえねえ。ちょっと待って、岩投げのところ行かないで。手抜いてと死ぬぞ。やらせはしねえ、やらせはしねえぞ。はいよ。なねばなら、ここで押し返す。これでいけるかな。俺たちならやれる。確信はねえけど。OK、振り上げで倒した。危なかった、一瞬死ぬかと思った。遠かったか。いや、騎馬隊にちょっとやられたね。騎馬隊がかなり恐ろしい。よし、無事勝った。よかった。てってって100年後じゃったら、おまはんもわしに勝てたかもしれんがの。ブラハハ。オッケー。あれ、そんなに報酬出なかったな。おい、40レベルいった。あざっすー。うん、じゃあ最終戦いきましょう。小田原九州戦。
配信はずもこれで終わりですね。鼻痛い、鼻が痛い。キャツラごときに栄光門はくぐらせん。それ閉じるのじゃ。あの巨大門こそ北条が要、栄光門。閉ざされたら進撃もままなりませるぞ。いけんかね。間に合うか。間に合うか。さあ、増兵どもが強くなってますよ。敵が硬くなってる。道を開け、我らが大将のお通りを。島津気持ちいいな、やっぱ当たれば本当に気持ちいい。このザクザク切る感じがいいですよね。いい、北条氏直。天王なる城に堅固なる守りあり。打ち取った。逃げたい者は逃げるがよい。よいしょ。よかよか。馬あるけどさ、栄光門が閉じられるとあんま馬乗ってもな。早馬すごく速く感じる。その肝っ玉の太さ完璧でござる。お、ガードしやがったなお前。アホラガイ兵がおるところか。恐れるんじゃねえ、前へ出ろ。ここでバサラ技打って一旦一掃しよう。もう起き上がってねえど。もう起き上がってねえど。縦兵はとりあえず 高波で。なんという強さ。拙者大興奮でござる。大興奮でござる。栄光門ある限りわしは破れん。さすがだ島津義弘いぶし銀。あ、閉められたか。見たか、もうくぐれまい。もうくぐれまい。ご先祖様のおかげじゃ。なんも。なんも。ダメか。あ、早く行かんとダメだったんだな。なんか俺普通にさ、こう敵を倒してるけどさ、早く栄光門とか行ったらさ、スーバーと戦わんでいいかも。ちょっと検証してみようかな。はい、じゃあ倒したくなっちゃうんでホラガイ兵が倒します。敵こういっぱい湧いちゃうとさ、倒したくなっちゃうからね、ダメなんですよ。めっちゃガードするよお前。強っ。あ、まだいるわ。あそこにいんのか。オッケー。なるほど少しはできるようじゃ。いるね。キリがなくなっちゃうんで倒しちゃうと。おいでおいで。
いいねいい感じに、ザク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 。訓練と全然違うぞ。よーかやだれちゃった。この剣道にして重厚なる栄光も、そも来歴は大きいご先祖の。で、北条やられっぱなしだと。無事点王城家の名は怪我させぬわ。ブジテルさん、逃げろ鬼始末だ。よかよかうん、選手防衛、はい、防御こそ最大の攻撃なり。おい、俺たちも頑張りますよ。よか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 。でちょっと風魔が怖いんだよね。次修羅場をかぶっておるな。北条家に仕えし伝説の忍び、とくと見るがよい。打つタイミング見せたな。俺はまた素早いの。トップオーバー吹いたわ。立ち止まっちゃいられんぞ。愛も変わらず無口な男じゃ。まあ余裕の現れといったところかな。オッケー、何もさせずに勝利と。よかったよかった。風魔強いからな。わしの切り札が軽い軽い、紙一枚じゃ。逃げちまえて。よかねよっかー、赤子のごとく。さすがは御大将。くらえー、勃発くらえー。あとここは高波じゃ。高波で処理すると。相変わらず強えな。おりゃこの割れる感じが気持ちいいね。ご先祖様お助け。お見事、我らも遅れを取るわけにはいかん。おい、で結構できんな。ここ固まってた。おまはんらも男なら度胸ば見せんね。度胸ば見せんね。こっちか。あ、こっちでいいのか。うわー、怖い怖い。こんなとこです。あ、これで倒せるね。いいね。藤谷様せいてくださった。当たんね。松田さん撃破。北条家は永遠なり。ここはホラガイ兵がいるんだけど、もう早急に処理しよう。倒したくなっちゃうから。安く崩れるそれがしと思うなよ。よいしょよいしょ。
はい。せっかく2倍取ってるからできるだけ処理したい。拙者己の未熟さを知る次第でござる。はいはい、いいね。一人でも100人力、千人力よ、千人力よ。気持ちいい。クレイ。そう、俺の友が。あ、こっちの方が早いな。高波の方が早いわ。この縦平壊すの。おお。いいね。この高波一撃で壊せるわ。島津様は酒も強えんだぜ。いや絶対強えやん。なんか弱なそう。水のように飲むからさ、島津さん。鬼の異名に偽りなしよ。ほいほい、行けますか。これがわしのなにわ節じゃ。さあ、おまはん自身をぶつけるがよか。王城家のために死んどくれ。弱か。これで天下を取るつもりね。若いわ。年季の差を見せてくれるぞ。持病の水虫がなければお前ごときに。硬い。待って、ガードされて終わるわ。肉より魚派じゃ。めっちゃガードしたこいつ。抜いてマジか。王城家の名は怪我させぬわ。ご先祖様。おお、めっちゃガードしやがった。勢ぞろいじゃ。つらかったです。よし、島津編も無事終わりましたね。100年後じゃったらおまはんもわしに勝てたかもしれんがの。いやー、島津も楽しかったな。まあ、やっぱり1時間半ぐらいですかね、1人につきで、ね、天下統一は、うん、8時半から始めて今10時やから、うん、そうやんな。はい、無事ね、天下取れましたよ。ナイス。あとは若いもんに任せるかの。若いもんに任せるかの。あ、新規アイテムアーザス。これ島津のやつかな。うん、で玉手箱、ありがとう。貯金箱か、獅子のやつやな。はい、じゃあエンディング入るんで、今回はちょっとここで切りたいと思います。次回はまたね、気まぐれでキャラ使っていきたいと思うので、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。